ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙、私また本能寺の変について調べていたんだけど、やっぱり秀吉が備中高松城を出てから山崎までの到着が早すぎないかしら。早いには早いが準備を周到に進めていたし、自分の領地内を進んでいたから全く不可能とは思わないな。北畠顕家の霊もあるからな。北畠ってことは伊勢の北畠？そんな話知らないわ。確かに伊勢の北畠家のことだが南北朝時代の頃の話だ。そんな昔に秀吉並みの行軍をした人がいるのね。秀吉どころじゃないぜ。東北を出発し、大軍を率いて川や山も越えつつ途中、戦をしながら20日ほどで近江に到着するぜ。それはすごいわね。ねえ魔理沙、その北畠顕家って人、全く知らないから詳しく教えてよ。わかったぜ。じゃあ今日は北畠顕家の生涯について解説していくぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。早熟の天才、北畠顕家とは？それじゃあ北畠顕家について解説していくぜ。まずはじめに言っておかないといけないんだが、今日の話の細かいところはほぼ太平記の記述だのみだ。太平記は歴史書ではなく、軍記物、つまり物語だぜ。今日のお話はフィクションです。ってことね。完全なフィクションというわけではないが、誇張された表現があるくらいは思ってもらえるといいぜ。わかったわ。それで北畠顕家はどんな人物だったの？北畠顕家は先ほど霊夢が言ったように戦国時代には南伊勢を治めた北畠家の一族だ。時代としては鎌倉時代の末期から南北朝時代にかけての人物に当たるぜ。北畠家ってもともとは武士というより公家の一族だったのよね。そうだぜ。北畠家はもともと多数の公家を輩出し、幕末の岩倉朝美なんかも輩出した村上源氏の一族だ。北畠家はその中でも天皇と史跡に近い臣下の一族とされ、父の北畠親房は生後5ヶ月で、曽祖父の北畠諸親に至っては生まれる前に叙爵していたともされており、顕家も3歳で叙爵していたとされているぜ。すごいわね、まさに名門って感じね。実は公家の中ではそこまでなんだが、後々戦国大名となる一族の中ではかなりの名門になるな。そんな公家であり、武士でもあった北畠顕家だが、父は先ほど出てきた北畠親房という後醍醐天皇の側近だぜ。普通は南北朝時代の北畠といえばこの父、親房を指すな。親房は後醍醐天皇に仕えた近臣で、建武の新政から南北朝時代の南朝を支えた中心人物だ。この時代の特に重要と言われる歴史書、神農小唐記の著書としても知られているぜ。顕家はお父さんのおかげで出世できたのかしら？もちろんそれもあるが、ずば抜けて優秀だったというのもあると思うぜ。ここからは顕家本人の話に移るぜ。3歳で叙爵された後に14歳の時には参議となるぜ。参議というのは、当時の朝廷で行われる政治の中心となる会議に出席できる官位であり、今で言うと内閣で行われている閣議が近いかなと思うぜ。中学生が閣議に参加していたって考えるといくらなんでも早すぎるわ。当時の人の印象も霊夢と同じだったみたいで、他の公家の日記には前例がないほど、若くして参議になった例として挙げられているぜ。また、政治や軍事だけでなく、芸術面でも優れた人物であったようで、13歳の時には後醍醐天皇の行幸についていき、天皇自らが笛を吹く中で両王という、雅楽を舞ったという記録も残っているぜ。まだ現代で言うと中学生なのに功績が多いわね。いや、本題はこれからだ。15歳の時には鎌倉幕府が滅び、建武の新政が始まるんだがその際に顕家は父の近房、後醍醐天皇の王子で、あった範義親王と共に東北地方へと向かい、鎌倉幕府の残党の鎮圧と東北地方の平定を行うことになるぜ。これだけ優秀な人物だったのにどうして東北地方に向かわせたのかしら？手元で補佐してほしいとは思わなかったのかしら？これは少し複雑な話になるんだが、平たく言うと後醍醐天皇の後継者争いに負けた一族であったので、東北地方に下降させ影響力を削ぐ目的があったんじゃないかとも言われているな。なるほど、権力争いに巻き込まれてお父さんの左遷に付き合って東北に行くことになるのね。皇太子と一緒だから左遷は言い過ぎだと思うが、政治的にも能力的にも適任の人材配置だったんだと思うぜ。ここで顕家の軍事的な才能が開花したのか、東北についてから1年も経たないうちに、鎌倉幕府の残党狩りを始め、たった3ヶ月で完了させてしまうぜ。この時っていくつだったのかしら？顕家は1318年生まれで残党狩りが終了したのが1334年だから16歳だな。若いわね、若き天才って感じかしら？そうかもな、今と比較すると成人も早いし寿命も短いから生き急いでいる感じもするけどな。そしてここら辺から建武の新政がうまくいかなくなり、足利尊氏率いる武士と後醍醐天皇の中に亀裂が入るぜ。残党狩りの後がこれって、建武の新政ってうまくいってた期間がすごく短いのね。短いな、まあ2年くらいしかうまくいってない、いや1年かな。もともとは東北の平定に向かった顕家だが、足利尊氏の離反により東北を放棄して京都に戻るよう命令が届くんだ。東北を抑えても後醍醐天皇が天皇じゃなくなったら意味がないしね。
そういうわけで京都に戻るわけだが、ここで出てくるのがさっき話したとんでもない行軍だ。少し長くなってしまうんで、ここの話は後でするぜ。そうね、まずはどんな障害だったのかを知りたいわ。まだ16、17歳だから先が長そうだし。うん、まあそうだな。気を取り直して、とんでもない行軍だった北畠軍だが、後醍醐天皇軍の主力である、新田義貞や楠木正成と協力して足利尊氏を九州まで追い落とすことに成功するぜ。追い落としただけで追撃はしなかったのね。してないというよりできなかっただな。結果的にはこれが命取りとなってしまうぜ。顕家は尊氏を追い落とした後、今度は父を伊勢に残して東北に向かうことになるんだが、ほんの数ヶ月で尊氏が九州から大軍を率いて帰還している間に、後醍醐天皇方から大量の寝返りが発生し、港川の戦いで玉砕覚悟の楠木正成が戦死、後醍醐天皇は京都を追われて吉野に逃げ込み、南北朝時代が始まることになるぜ。当然こうなってしまうと後醍醐天皇は再度東北から顕家を召集して、北朝と対峙しようとするも、今度は度重なる遠征と途中の厳しい戦い、味方との連携不足などの不利も重なってしまうんだ。あら？何やら怪しい雰囲気。顕家は機内到着後、精力的に戦うも戦術の不利もあり石津の戦いで、幕府執事の河野諸直に討ち取られるぜ。1338年のことだからまだ20歳だな。うわぁ、全然先に進まないから嫌な予感はしていたけど、さすがに早すぎるわ。南朝ができた当初からずっと押されているイメージなのは、この辺で有力武将が戦死しているからかしら。楠木正成、北畠顕家、そして顕家の死後すぐの新田義貞の戦死で、南朝方はほぼ終わりだぜ。ただまあ正直最初から勝ち目がなかったとも考えられるな。南北朝時代って言っているけど天皇が二人いただけで、実質的には南朝には、ほとんど日の目が当たっていなかったのね。南朝が日の目を浴びるのは室町幕府内の内紛である官能の上乱が発生した際に京都を取り戻し、北朝を下した際と、その時に北朝の正当性が失われたことによって再注目された明治時代以降だけだな。この時代は戦国時代よりも複雑ね。後醍醐天皇と足利尊氏が両方ともダメな人だからまとまんないんだよな。秀吉の2倍の速さ、顕家の強行軍。続いてはさっき飛ばしてしまった顕家の強行軍を見ていきたいと思うぜ。東北では宮城県多賀城市を拠点としており、途中鎌倉の高氏方の軍勢を打ち破っているぜ。この時の行軍距離は Google マップで調べたら780キロだったぜ。現代で780キロって言っても比較にならないくらい道は悪いし、戦争できるくらいだから人数も多いでしょう。食料とかはどうしていたのかしら。その辺の疑問は当然出てくると思うが、とりあえず強行軍で有名な羽柴秀吉の中国大返しと比較してみるぜ。最初の話はそういえばそこからだったわ。中国大返しは本能寺の変を知った羽柴軍が明智光秀を撃つために10日間で200キロを行軍した話だな。秀吉の本拠地の姫路で少し休んでるとか、軍首脳だけが先行して別部隊を編成したとか、説はあるがとりあえず200キロを10日で進んでいるのでだいたい1日20キロ程度進んでいるぜ。一方顕家は1日40キロほど進んでおり、ほぼ倍の距離だぜ。ただ秀吉がすごかったのは、食料まで考えて沿道に用意させていたことだ。一方顕家は敵地での行軍だったこともあり、略奪しながら進むぜ。略奪？まあ仕方ないのかしら？稲子に襲われた後みたいになってそう。この当時どころかつい最近も現地調達という名の、略奪行為が行われていたんだから当然の話だぜ。この話は反対に秀吉軍が異常なのね。顕家の軍がこれほどの強行軍を達成できたのは、騎馬を中心とした専属の軍隊だったからという話もあるな。応仁の乱あたりから戦争は武士だけで行うのではなく、徴収した農民も借り出していたので、顕家のような行軍を秀吉が行うというのは無理だったんじゃないかと思うぜ。確かにこの時代はまだ足軽なんて言葉はなかったのよね。話をまとめてしまうと、中国大返しとの比較では内政や補給へのダメージを最小限にして、その後の戦争に備えたという制約、戦略的な面では秀吉軍に分があるが、単なる行軍として見た場合には顕家の軍は比較にならないほどのスピードで進んだことになるな。単に秀吉よりすごい、というわけではなく、そもそもの状況や目的が異なっていたという点も踏まえて、比較してもらえると助かるぜ。捨て駒扱い？討ち死にの理由。続いて今日の最後のテーマはどうして顕家はこんなに早くして討ち死にすることになってしまったのかだ。このテーマを話す前に非常にセンシティブな内容になりそうだから、後醍醐天皇のファンという方はブラウザで戻るをお願いするぜ。何よ、いきなりめちゃくちゃ不安しか残らないような話からスタートするわね。まあ念のためだ念のため、ズバリ言ってしまうが北畠顕家が早くに討ち死にせざるを得なくなってしまったのは、後醍醐天皇の武士嫌いと軍事的才能のなさが原因と考えているぜ。いきなり危ない説が出てきてるわね。
これでもかなりマイルドに言っているつもりだから勘弁してくれ。言いっぱなしは炎上しかねないから説明すると、まず武士嫌いについてはこれは言うまでもないぜ。この時代に限らず天皇や国は汚れを避けるために鎮魂の祭事や建物を建てていたんだ。汚れ、つまり死が集まる場所を避け、発生させる武士を避けるので、もともとうまくいくはずがないぜ。中でも後醍醐天皇は特に嫌っていたのではないかと考えていて、北畠顕家や中心として有名な楠木正成は勝ち目のない戦に投入することで、足利勢と消耗してくれたら良いという考えが見えるぜ。味方に対してその扱いはひどいし、それじゃあ武士は誰もついてこないでしょう。その結果が建武の新政の早々の崩壊だな。ちなみに私の考えでは顕家の父近房は公扱い、顕家は武士扱いじゃなかったんじゃないかと思っているぜ。親子で扱いが違うのね。先ほども述べた後継者争いも絡んでいるのかなとも思うが、あからさまに扱いの違いがあるから、親子で違うんだろうとしか思えないぜ。時々戦争に強すぎる人が捨て駒扱いされるのを見るけど、そんな感じかしら？そういうイメージを私は持っているぜ。ただ、顕家が書いた北畠顕家上奏文では武士に安易に官位を与えてはならないと上奏しているので、明らかに顕家本人は自分のことを公家と認識していたぜ。認識の相違っていうやつね。次に軍事的才能のなさだが、これは才能がないというより現実を知らないが正しいかもな。避けているんだから当たり前だが、建武の新政の失敗は武士を無視したことだが、高氏との対立後も武士を無視して戦をしていたぜ。さすがにこれで勝てるわけはないし、そもそも実際に戦う武士がついてくるわけがないぜ。なんか傍聴美髭独裁者とかぶるわね。それ以上はいけないぜ。気を取り直して最後に北畠顕家上奏文を触れておくぜ。これは、後醍醐天皇に対しての上奏文というより還元だ。読んでみて思ったのは、ストレートではないが、明らかに独裁的な後醍醐天皇への批判が含まれているので、顕家は後醍醐天皇に嫌われていたかもな。なんか典型的な独裁者って感じね。この上奏文が戦死するとお構えっていうのも肝で、おそらく顕家はもうすぐ戦死すると認識していたぜ。顕家は残念ながら上司に恵まれなかったのね。全く恵まれていないわけではないが、急進的な理想主義者っていう武士の時代を全く見えていない人が、天皇だったというのは不幸だったな。後醍醐天皇のカリスマ性については評価できるところなので、自分で何でもやろうとするのではなく、きちんと能力を持った人に適切に仕事をさせていたら、その後の歴史は大きく変わったんじゃないかと思うぜ。そろそろ時間だし、お話はこれくらいかしら。どうだった今日の話は？正直初めて聞いた人物だったけど、本当に優れた人物だったのね。あと20年くらい生きていたらどういう人物になったのか非常に惜しいわね。歴史自体はあんまり変わらないかもしれないが、非常に惜しい人物だったのは確かだな。この時代のことを調べているうちに興味を持ったので、今後も定期的に話していこうと思うぜ。楽しみだわ。だけどこの時代だけじゃなくて他の話についても教えてほしいわ。そうだな、面白い話が見つかったら今度また持ってくるぜ。皆さんもご視聴ありがとうございます。このチャンネルでは日本史の面白い話を、今後も続けていきたいと思います。高評価、チャンネル登録、コメントお待ちしています。今後の励みになりますのでお願いします。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。